通列車だけで東京から北海道の旭川まで果たして最速何時間で着くのか気になったので検証していきます。こちらは霧に囲まれた朝5時40分の東京駅ですね。でね、今回使っていく切符がこちらで、 JR 東日本と JR 北海道の全ての普通列車が7日間乗り放題になる切符でございます。1日あたり1700円ぐらいで乗り放題になっちゃうので、夏や冬の連休シーズンに使ってみてください。さあ、こちらが朝の東京駅の発車表ですね。左2つは新幹線の発車表なのでもちろん乗れません。最初に乗っていくのは5時53分高崎行きでございます。朝5時40分の時点では東京駅はあんまり混んでないんですよね。なので15両編成の普通列車も楽々座ることができました。さあ、東京駅を出発。霧に覆われた東京駅周辺のビル群がどんどん後ろに遠ざかっていきます。さあ、最初の停車駅は東北の玄関上野駅。今でも昔ながらの居酒屋が高架下にねずらっと並んでいるんですけど、やっぱりね単価が安いので何軒もはしごしてみてください。さあ、その先の赤羽駅で乗り換え。先ほどのね高崎行きの電車に乗っちゃうと新潟方面に行っちゃうので、ちょっとね北海道には遠回りになってしまいます。なのでここからは宇都宮駅の電車に乗って大宮方面に向かいます。でね、まだまだ赤羽周辺だと線路がいっぱい伸びてるんですけど、いつの間にかその線路が1本になってるので、この光景を覚えておいてください。列車は浦和駅に到着。浦和は埼玉県の県庁所在地なんですよ。え、埼玉市じゃないのって思った人いると思うんですけど、今は浦和市が埼玉市と合併したので埼玉市浦和区に県庁所在地があるんですよ。だからね、浦和と大宮は永遠のライバルって呼ばれてるみたいですよ。さあ、そんなこと言っていたら大宮駅に到着。実は大宮ってあんま知られてないんですけど、首都圏の住みたい街ランキング2022で3位なんですよね。まあそれもそのはず、新幹線在来線ともに全部の列車が停車しますし、何しろねそんなに家賃高くないんですよ。それでいて東京に楽々通勤できるので、いや僕はいつか住んでみたいですね。ちなみに住みたい街ランキング第1位は横浜駅、2位が吉祥寺駅、3位が大宮駅で4位が恵比寿駅だったそうです。さあ、そんな話をしている間に景色は街から田んぼへと変化していきます。今走行中は新幹線でいう大宮と小山駅の間、埼玉と栃木の間ですね。やっぱね栃木県に入ってくると主要駅以外の場所は黄昏たいなと思うような景色が広がっています。さあ、そんな話をしていたら栃木県の県庁所在地宇都宮駅に到着。まだ8時前でございます。宇都宮駅はもうちょっとで路面電車ができるので、ちょっとその様子を見に行ったんですけど、この動画撮ってるのが夏なのでまだ完成してないんですけど、今はもうこんな感じでね試運転も行われたりしてるので完成が待ち遠しい限りでございます。その他宇都宮は餃子の消費量が静岡県の浜松とずっと1位2位を争っているので、美味しい店がたくさんあるんですよ。特に僕はねミンミンっていう餃子屋が好きで、結構固めなんですよね。ミンミンは栃木県内に何店舗かあるのでね、ぜひ食べてみてください。さあ、続いては避暑地で有名な那須ですね。那須には鹿の湯という温泉があってクソ暑いんですけど、50度、48度、46度、44度といろんな温度の温泉が味わえるのでぜひ行ってみてください。さあ、列車は黒磯駅に到着。黒磯は首都圏エリア最後の駅と呼ばれていて、これより先スイカなどの電子マネーが使いにくくなるんですよね。なんでかっていうと、先ほどの黒磯駅が栃木県、そしてこの電車の終点の新白川駅が福島県なので、東北と関東の間なんですよ。そんなうんちくを話していたら新白川駅に到着。新白川駅は村にある駅なので結構正直田舎っすね。さあ、そんな新白川駅は正真正銘スイカなどの電子マネーが使えません。そんな電子マネーが使えない電車どこに向かうんだって話なんですけど、いい県庁所在地なのに結構栄えている郡山駅でございます。でね、郡山市は県庁所在地の福島市よりも人口が多く、駅前の繁華街も可愛らしくていいですよ。そんな郡山からは県庁所在地福島行きの電車に乗車。郡山駅周辺も福島駅周辺も結構栄えてはいるんですけど、その間はのどかな田園地帯が広がります。福島駅前はこんな感じ、なんかミッフィーのなんか親戚みたいなのがいました。こっからは白石行きに乗車。白石まで行ったらもう仙台はすぐそこでございます。さっきからね途中下車結構してると思うんですけど、今回の旅は最速の乗り換えで何時間かかるかというところなので、わずかの乗り換え時間にさっきから観光してるんですよね。だから福島駅では全然時間はありませんでした。そして白石でも全然時間はなく、すぐ仙台駅に乗車し、少し寝ているともう南仙台駅に来ておりました。もう南仙台まで来ると列車の中は結構パンパンで、学生だけではなくご高齢の方や営業マンなどがたくさん乗ってましたよ。そして大都市仙台に到着でございます。仙台は13時ぐらいに着いたので、東京から
7時間ぐらいで来れちゃうんですよ。なのでね、お金かけずにちょこっと観光したいなっていう時は仙台ぐらいだったら普通列車で来れんじゃないですかね。そして仙台からもう普通列車に引き続き乗り継いでいく予定だったんですけど、大雨でね、仙台から上一ノ関まで運転見合わせだったんですよ。じゃあもうバスで行こうと思って仙台から一ノ関方面のバスを探したんですよね。そしたら全部運転見合わせで、もう残る選択肢が復旧したばっかりの新幹線だけだったんですよ。ただ今回は特急や新幹線を使わない旅なので、もともと乗る予定だった13時39分発の仙台行きが一ノ関に着く時間とほぼ同じタイミングで一ノ関に着く新幹線に乗ることにしました。でこの時は一ノ関から上もまだやってるかわからず、一ノ関から先も新幹線だったらさすがにやべえなと思ってたんですけど、なんとか一ノ関に着く頃には運転再開してました。それでもね、気仙沼駅に向かう大船渡線は運休してましたし、その日一日中東港温泉は運休や運転見合わせがすごくて散々だなと思いながら牛タンを食べましたね。このね、牛タン弁当すごくて、下の紐を引っ張ると温められるんですよね。っていうかめちゃめちゃ熱々なんで、ぜひ食べてみてください。さあ、そんな牛タンを食べきって一ノ関を3時44分に出発、盛岡行きでございます。さあ、列車は平泉駅に停車。平泉は世界遺産の中尊寺などがありますよ。ただ平泉駅からは徒歩30分かかるのでバスを利用してください。さあ、盛岡駅に到着でございます。盛岡から先青森方面への JR はないんですよ。なんでここからは岩手銀河鉄道という元 JR の電車に乗ります。でね、盛岡駅周辺って結構都会的でホテルもたくさんあるんですけど、実は盛岡市の中心街は盛岡駅から1キロぐらい離れてるので、まあもしね軽く観光したいなぐらいの人は2時間ぐらい見積もった方がいいんじゃないですかね。さあ、そしてこっからは快速青森行きに乗車でございます。通常ね、盛岡から青森まで直通する列車ってないんですよ。なんですけど、その日は特別に臨時で快速が設定されてたんですよね。そして青春18切符の場合、この岩手銀河鉄道は使えないんですよ。なんですけど、僕が今回利用してるのが北海道&東日本パスだったので、途中駅で降りない限りはこの切符で青森まで利用することができるみたいですよ。さあ、田んぼが続き見えてきたのが岩手沼区内駅。こちらは新幹線駅もあるんですけど、利用者がめちゃめちゃ少ないんですよね。ただこのローカル線の方の利用者はまあまあいるみたいなので、不思議な駅なんですよね。さあ、そして列車は一戸駅、あっという間に二戸駅、そして三戸駅、そして八戸駅と火がつく駅に次々と到着していきます。じゃあ一戸が一番都会なのかっていうと、そんなこともなくて、八戸が一番大都会だし新幹線も停車します。そんな八戸の横丁の写真がこちら。いやー、日本酒でも飲みたいですね。北海道に急ぎます。八戸を過ぎたあたりから乗客は結構減って、あたりも真っ暗でございます。さあ、今日中にどこまで行けるのでしょうか。列車は浅虫温泉駅に到着でございます。浅虫温泉駅はもともと特急列車とかが止まってた大きい駅で、温泉もたくさんあるんですよね。僕はまだ行ったことないので、ぜひ行ってみてください。そして浅虫温泉を出た後はしばらく暗い夜景が広がります。明かりが出てきたなと思ったら駅、そして駅を出ると暗くなるという、その繰り返しでございます。ただ青森駅は違いますよ。本州最北端の都道府県、青森県の青森駅はどれだけ都会なのでしょうか。青森駅はね、こんな感じでホームがすごい長いんですよ。昔は知っての通り上野駅などから寝台列車が来てたわけなんですけど、東京方面の文字でございます。いや、懐かしいですね。そして青森駅は今改修工事をしてるので、この青森駅とひらがなで書かれた看板はないです。そして青森の中心商店街は新町、こんな感じでね、青森駅からすぐのところにあるわけなんですけど、このね、吉野家の通りをぐーっと行くとホテル街や居酒屋がたくさんあります。そしてこちらが観光物産館アスパム、青森県で一番高い建物なんですけど、ここに行けばお土産とか買えますよ。てかお前、旭川まで最速で移動するって言ってたけど、なんでそんな橋歩いてんのって話なんですけど、皆さん知っての通り、青森から北海道へは新幹線以外の電車は通ってないので、フェリーで行きます。青森駅から徒歩30分ぐらいのところに青森港があるんですけど、まあバスもね、青森駅から出てるんですが、海沿いを歩くので結構景色もいいんですよね。まあ一人で歩くにはちょっと怖いので、友達とかね、家族で行くときはぜひ徒歩でフェリー乗り場まで行ってみてください。さあ、あちらに見えてるのが青函フェリーでございます。青森と函館を結ぶフェリーは、この青函フェリーと津軽海峡フェリーっていうのがありまして、あ、今ちょうど出ていくのが津軽海峡フェリーなんですけど、2つとも全く同じ場所を就航してるんですよ。なんですけど値段が違います。青函フェリーの方が安く乗れるのでおすすめでございますよ。で、すごいのがこの青森と函館の間って24時間フェリーが動いてるんですよ。で、今回僕が乗るのが3時20分に函館に着く青函フェリーなんですけど、11時台なのにもかかわらずこんなに車止まってますからね。3時間ちょっとで函館に着いて
いてしまうので、まあ、ゆっくり寝たいところなんですけど編集して夜を過ごします。ということで皆さんお気づきだと思うんですけど、普通列車だけで東京から北海道に1日で到着することはできません。最大が東京から青森県のどっかまででございます。でもね、このフェリーは3時間半しかかからないんですけど、深夜も走ってるのでホテル代わりにもなるんですよ。しかも2600円という破格の値段なので最高でございます。ということで、あっという間に函館港に到着。函館港って函館駅と近いん？と思う方いらっしゃると思うんですけど、こんな感じで1時間ぐらいは離れてるんですよ。ただね、函館港に着いたのが3時20分だし、仮にタクシー呼んで函館駅まで行ったって電車は動いてないし観光する場所もないと。ということで、こんな感じで徒歩で歩きながら遠くに見える函館山を観光スポットと選んだわけでございます。函館山は日本三大夜景に選ばれたこともあるほど景色が綺麗な場所なわけなんですよ。ただ北海道に久しぶりに来たらセイコーマートでしょう。見てこのうどん、118円ですよ。多分セブンイレブンとか行ったらまあ300円ぐらいはするんじゃないですか。続いて長谷川ストア、こちらもね外せないんですけど、この焼き鳥弁当がすごい人気なんですよね。焼き鳥って普通鶏なわけなんですけど、これ豚なんですよ。とにかくね、タレとの相性がいい。そして朝5時からやってる店舗もあるのでいつでも食べられます。ただ函館にしかないので、函館行ったらぜひ食べてみてください。こんなこんなで6時過ぎにですね、函館駅に到着しました。おいおい、最速で旭川を目指すんじゃねえのかよと思った方いらっしゃると思うんですけど、函館から先全然電車がなくて、始発はねもっと早い時間から動いてるんですけど、結局この後に乗る列車に乗っても旭川に着く時間は同じでございます。なので軽く観光。こちらが赤レンガ倉庫。函館駅からちょっと離れてるんですけど、海沿いなのでいい散歩になるんじゃないですか。そしてこれが路面電車。五稜郭とかね見に行く方はね、ぜひね路面電車に乗って函館駅から行ってみてください。そしてラッキーピエロですね。こちらも函館にしかないハンバーガー屋さんなので、函館はねもうグルメが揃ってますね。あとは函館駅前にある函館朝市で海鮮丼とか食べて函館山の夜景を見たら、もう函館は完璧なんじゃないですか。そんなこんなで函館は終着点ではありません。旭川に向かいます。まず8時17分長万部行きですね。この区間は長万部まで行く列車が1日に数本しかないんですよ。なので5時台とか6時台の電車に乗っても途中駅までしか行けません。そんなこんなで函館駅を発車。函館駅も青森駅同様ホームが長いですね。今は15両編成みたいな車両は貨物列車しか来ないので、どうしてもね寂しく駅舎が見えちゃいますよね。でね、函館から長万部の間は大沼公園みたいな観光地があるんですけど、僕は前日一睡もしてなかったので長万部まで、なんなら小樽とか札幌までほぼ爆睡してました。でもね、車窓はほら本州だったら田んぼとかがいっぱいあったじゃないですか。北海道はね牧草地帯でございます。そして長万部駅に到着。長万部駅はもうカニ飯一択。このね金屋さんのカニ飯が駅弁としていろんなところで売られてるんですよ。マジで駅弁の中で一番うまい。さあ、そしてここからはくっちゃん行きの電車に乗車。地上編成で可愛いですね。この函館本線はまあ皆さん知ってるかもしれないんですけど、長万部からくっちゃん、そして小樽までの区間が新幹線開業によって廃線になります。ただね、くっちゃんとかこの長万部は新幹線の駅になるので今まで以上に観光に来やすくなりますよ。長万部は温泉もたくさんあって、くっちゃんはニセコが近くにあるのでスキーが楽しめます。そして長万部からくっちゃんの間は先ほどの函館から長万部の区間よりも通列車が少ないのでパンパンに人が乗っていました。廃線になるのにね。そしてこのように森をかき分け整備もされてない道を進んでいきます。そして到着した駅が先ほど紹介したニセコ駅。駅周辺はね、本当にスキー場とかあんのっていうぐらい田舎の街が広がるんですけど、高級ホテルもあるようなリゾート空間になっております。まあ第一みんな電車で来ないですからね。さあ、そして間もなくくっちゃん駅。いや、くっちゃんって読めないですよね最初は。ここで小樽行きに乗り換え。こっからは2両編成になるのでぎゅうぎゅうだった車内も少し落ち着いたっていう感じですね。さあ、寝てたので秒で小樽駅に到着。あちらが石原裕次郎さんなんですけど、裕次郎さんがこのホームに降り立ったということで裕次郎ホームという名前になっております。いや、降り立っただけでホームの名前になるなんてどんだけ昭和の大スターだったんですかね。そしてね、もう小樽まで来たので札幌だったら秒で着くんですよ。なんですけど今回の目的地は旭川。ちょうどたまたま滝川という旭川と札幌の間ぐらいのところまで行ってくれる普通列車が来たので、これに乗って終点の滝川まで行きます。さあ、
今日中に旭川着くのでしょうか。そして大都市小樽と札幌の間はずっと海沿いなので景色が綺麗なんですよね。ただ残念なことに札幌の普通列車って窓が汚いんですよ。なので頑張って目配せして景色を楽しんでください。列車は札幌駅に停車、すぐに発車、観光する暇もありません。そして続いてはのっぽろ駅に停車。北海道は何々ポロってつく駅が多いんですよね。小幌とかね。さあ続いて岩見沢駅、ここで特急列車の待ち合わせをします。通常小樽から札幌を経由する列車は岩見沢で終点になるんですけど、岩見沢はねバスも発達してるんですよね。北海道はね札幌近郊、小樽とか新千歳空港に行く電車っていうのはたくさんあるんですけど、それ以外はやっぱり2時間に1本とかが当たり前なんですよ。なんでねやっぱねバスで観光するのもいいと思いますよ。さあ列車は滝川駅に到着。旭川はもうすぐそこでございます。滝川駅はね駅前が廃墟化したショッピングモールとかがあってちょっと廃れてる印象がありますね。僕の母校である國學院大學が滝川に北海道キャンパスがあるんですけど、いや車の免許持ってないと住めないなっていう印象ですね。そんな滝川駅を21時43分旭川駅で後にします。長かった旅もこの普通列車が最後になります。滝川駅を出るとねもうすぐにあたりは真っ暗ですね。逆にイルミネーションかっていうぐらい光が少ないです。電車の中もね誰も人いません。ちょっと電車の壁紙が可愛いですよね。さあ途中駅深川駅、ここからはね留萌本線っていうね路線があるんですけど、2023年3月かな留萌線の一部は廃止になり2026年に全線廃線が決定しております。まあねこれがね50年ちょっと前の北海道の路線図なんですけど、この後に見せるのが今の路線図です。それがこちらなんですよ。半分以下になっちゃってるんですよね路線が。それもそのはずで北海道の電車の中で黒字なのって函館の路面電車だけなんですよね。札幌の地下鉄だって黒字になったり赤字になったりしてるので、いかに鉄道事業が難しいか感じ取れますね。そして10時過ぎ旭川駅に到着でございます。まだね11時にもなってないのに全然人いないんですよ。これが北海道の2番目の大都市旭川駅の現状なので、いかにね鉄道を利用する人が少ないかっていうのが分かりますね。ということで今回は東京から旭川まで特急や新幹線を使わずに最速で目指したら何時間かかるのか検証してきました。ぜひね青春18切符や今回僕が使った北海道&東日本パス使ったら超安く行けるので2日間で到着してみてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。